5月10日セリーグ順位まとめ。バルさんありがとう。俺たちのバルドナード様、なんだかんだで小林で勝つんだよな。神宮で2対1で勝つとは、なんでこれで勝てるのかわからないな。巨人はいつぶっ壊れてもおかしくない状態でな。戸郷に勝ちもついて最高や。神宮に得点で逃げ切る阿部野球最高や。さすがに今日は小林のおかげで勝ったと言っていいわ。大勢戻ってもバル抑えでいいわ。負け方2点差でアウト上げる神采配が全てです。イケイケの場面で打率3割5分の丸山にバントさせた結果、マジで高津何がしたいかわかんねえ。なんか残念な試合、なんというかまあ弱い。代打西田は何だったの。まあバルドナードはきついよ。オスナが良くもない西田にフライ打ったのが全て。何も起きずというか起こさせないが正解。借金は減らずかさむばかり。相手のミスの1点しか取れず、どこがだのチームだよ。勝ったー、3連勝。貯金だー、こいほー。あらい、貯金作ってええんか。石原スタメン今後もあるな。中村のタイムリーが大きかった気もする。山野の猛打賞が嬉しい。秋山1番、琴野4番になってから強い。琴野4番もしかしてハマってる。アブはこの間に失点で負けついたが、ほんま先発に成長したな。琴野はメンタル強そうだから4番いいかもね。田中は守備がためからだな。後半から参戦して経験積んでくれ。スタメンは山本でいこう。今季最多借金、ホームラン2本でも勝てんか。お前らが熱望する差に対して打たないけん。乾杯。スタメン見たら広島には勝てるかと思ったけど、がっちり最下位がため。とりあえず岡林木下を落とそうか。調子を上げてから1軍で3点も取れた。これはすごいこと。宇佐美のフォームヒット狙いみたいなのになったな。あれじゃ長打は出なさそう。誰か指導したのか。はい、お疲れ。まあ仕方ない。森原はよくやってるし、こんな日もあると思うことにする。東に代打出して追加点取るべきだったな。東に代打だったよね。どう考えてもゲラってライマルの次ぐらいに良くないか。阪神はなんでこんないい投手取れて、うちはウィッグなんだよ。ウェンデルケンはいつ帰ってくるの。初回1点で済ませたのが全てやな。切り替えよ。宮崎が無事に帰ってくるのを祈るだけ。ノイジー愛してる。ありがとうノイジー。さすがはバースの再来。ノイジー神谷は、お前らごめんなさいわ。ノイジーさんすみませんでした。ノイジーさんごめんなさい。明日から3番確定だな。日本シリーズの確定ノイジーが帰還した。スタメン外すと打つノイジー。よっしゃ、この勝ちはでかい。宮崎はお大事に。よし明日も勝て。宮崎が無事でありますように。宮崎無事祈る。バルドナード以外信頼できる中継ぎになってきた。夏前にガスケットしないか心配や。打線奮起しろや。ベルトも取りに行けばいいのに。去年のパリーグの最優秀中継ぎ。勝てたのは戸郷高梨バルちゃんのおかげ。結果的に8回にクリーンナップ消化したからバルは楽だったな。今年は接戦強いな。阿部名将なるかもな。いい人じゃ組織は立て直せない。しかし神宮をもってしても2点しか取れんか。その2点は神宮だから取れたんだが、西舘はもう敗戦ロングで結果出たら先発回せ。三振取れねえから厳しいわ。ヤフーでこんなクソみたいなチームで申し訳ない。西田じゃ何にもならんわな。今日でも青木とか出しといた方がまだマシやろ。だって西田が打つと思ったんだもん。バントにアレルギー持ってるやついるけど、調子落ち気味の丸山が打てずにゲッツーの可能性もあるのに、なんで追いつけた前提の話してるの。3点取らなきゃ勝てないんだぞ。ゲッツーの可能性が一番低い打者に何言ってんの。三立て返しで約束でも視点の高津とゴーとかバルドナードには手も足も出なかった。ほんとイッチャーが相手だと何もできんチームだ。石原も結果出てよかったな。存在感示したわ。石原って助走に合いそう。先制こそ許したけど理想的な展開で勝てて嬉しいわね。嬉しい。末金中村が熱々の間に冷えてる奴ら落としてほしいな。末金はともかく中村さんはまだ1割4分3厘なんで。過去は振り返るな。久保はさすがにもう入れ替えていいでしょ。今のメンツが頑張ってるうちに田村にしっかり調整してほしいわね。ネオはファンの理想とはかけ離れた選手になってしまった。2週間前まで首位だったのに、当然のようにいつもの位置にいるね。ああつまんね。ショート山本、セカンド村松の方がいいと思うわ。村松の方はショートの方じゃない気がすると思う。立浪また2回裏でリクエスト使い切る。リクエストしなかったらしなかったで文句言われてたやろから、そこはタッチ不便やな。岡林は調子が上がってくる気配ないから一旦2軍で良いでしょ。まあ今日は打順は良かったしストレス少ないわ。佐野がクリーンナップはやっぱしょぼいよな。オースティン昇格させて佐野6番にした方がいいだろ。オースティン帰ってきたらスパッと佐野切ってほしいわ。いない今はしゃあないけど3番で使う意味はわからない。クリーンナップのヒットではな。桑原エビナでうまくいってたのに神里関根って、普通に筒合3番でいいよな。打てない日もあるだろうが、別に今の佐野にも期待できんわ。8回裏でバントしないバカがいるのか。序盤中盤なら打てだけど、8回同点なら当然得点圏に送って相手にプレッシャーかけるよな。もし一塁でバントとか昭和の牛しか喜ばないだろ。阪神からすれば山本苦手だからバントしてくれた方が楽だろ。東相手に青柳の出来で勝ち拾えたのは良かったわね。まさか井上下げてノイジー入れるのがハマるとは。二人とも活躍して良かった。井上に変えてのノイジーはさすがに不作や思いました。この試合で勝つのか。初回の青柳見て今日は厳しいと思ったが良かったな。強いチームが相手なら初回で試合決められてたわ。現時点で今日のスタメンがベストちゃうか。勝ってて草初回4連続四死球でなんて勝てるんや。青柳来週あるんかな。正直きついわ。青柳は次どうしたもんかな。ビーズリーもそろそろ使ってほしいんやけど。巨人は新外国人選手として全レンジャーズ参加 3A ラウンド6のエリエヘルナンデス外野手29の獲得を正式発表。背番号42、読売ジャイアンツでプレイする機会をいただき、とても感謝しています。一日も早くチームメイトや首脳陣、そしてファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。5番ヘルナンデスは早い段階でやりそう。ヘルナンデスに期待するしかないか。ヘルナンデスはノイジーくらいは打ってほしい。小林がホームラン打つんだからボールは普通だろ。席起きたけど小林はボロリとパスボール多いわ。岡本はだんだん良くなってきたような気がする。丸と坂本はすぐ不調になって当てにできない。去年までだったらこの少ない点差をきっちり守りきるなんて想像もできなかったな。すげえいいチームになってきたわ。阿部西田でスパッと諦めたの評価だわ。ヤクルトなら絶対買えない。相手ピーガライマルレベルなら丸山バントでもいいんだけどな。アップアップのルーキーにアウト上げる意味はわからん。結局あっちのミスでの1点のみ。情けないわ。借金減らんな。いつまでも混戦なわけないのに。山田の代わりが竹岡とかきついな。竹岡川端落として2軍で調子良さそうなのあげろよ。小川内山不在なのも痛い。川端はわかるけど、守れる竹岡を落としている余裕なんてない。相変わらず先発は頑張っているな。明日、
一つ勝てばいいだけ。そうか、末金やっぱ打撃は頭一つ抜けとるな。末金が加わっただけで打線の重みが違いすぎる。強打者ってやっぱ正義やわ。仮捨てにツーランって完全に今までの負けパターンやったけど良かったわ。ケンティがファーストできて良かった。島内素晴らしかったな。全く出番のない堂林も落とした方がいいわ。使い勝手がええから下げにくいんよな堂林。堂林は使い勝手の良さで10年生き抜いてきたからな。矢野マジで動きがやべえな。島内31試合中18登板なんとかしないと。盗塁阻止率木下ゼロ割13の0。おい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 、直近19試合で4勝しかしてないぞ。福永サードで4。しかし打てないチームだな。これでは最下位不可避だよ。地味にも岡林60打席立ってるんだよな。広島にも勝てないと最下位独走まっしぐら。もうヤクルト戦しか期待できない打線。山本静かに活躍しとるがね。明日も使ってやって。ヤクルトだけど今年もずっともでようね。森原はもともと抑えの方がだらしないから暫定昇格しただけに過ぎない。守護神ではないからな。東で負けたら次はいつ勝つんだよ。あ、阪神は進塁打が打てる。こっちは打てない。それが如実に出た気がする。初回の青柳見て今日はいけそうと思ったら全然点入んなくてくさ。宮崎病院連れてかなくていいの？救急車呼んだらええやんで。病院行ってないの？トレーナー室で見てもらってるって。そんな軽症なん？いやさすがに CT は取ろう。救急搬送とかじゃないならよかったわ。明日落ち着いてから病院かな。今年ハムスタで負けすぎじゃない？体感3割くらいしか勝ってないぞ。筒香スリーランの試合見直して癒されるとするか。出るも1本出てよかった。現時点で今日のスタメンがベストちゃうか？ノイジーはナイスガイなんだよな。もうちょっと打ってくれたらいいんだけど。1回と6回に崖っぷちで死にかけてたのにな。野球ってほんまわからん。井上は打ったし、これからはレフトを3人で争うんやな。今日は1回裏で見るのやめた人を襲う笑い。井上登場でノイジーが本気出した。しかし3連敗はしないね。明日は森下が下げられるかもな。森下は絶対下げたらあかん思うけど、まあ1試合くらいなら頭冷やす意味でもいいかな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。